なおちゃんと申します。いつもご視聴ありがとうございます。今日は観葉植物なんか置いてますけど、いつもあるんですけどね、はい、どうでもいいって。じゃあ進めましょうか。こんな観葉植物みたいなね、服の色着た、人が喋ってますよ。はい早く本題に行きましょうね。はいはい。もうすぐね、3月が終わり4月になります。4月になると、子供たちとの新しい出会いがありますね。担任の発表があって、そこからスタートっていうことがあります。もうこれをご覧の、あの学校の先生については、自分のね、担任する学級の発表が、まあ、知らされていたり、発表はね4月1日なんですけども、もう知らされていたりとかね、して、準備をしている方もいらっしゃるかもしれませんね。新年の準備を。で、まあ、どの先生もまあ、子供たちも思うことなんだけど、まあいい出会いをしたいじゃないですか。いい出会いをしたいなって思うわけですよね。いい出会いがその先を作るわけですよね。はい。じゃあそんないい出会いのために、黄金のね3日間なんていうけど、黄金の3日間を迎える前に、黄金のマイナス3日間、私たち教師の内側ではどんな準備をしたらいいのかな、あるいは、みんなはどんな準備をしているのかなってことでね、そんな話を、なおちゃんはどうしてますかなんてことを、YouTube で喋ったらどうですかなんてことをね、メッセージでいただいた方がいたので、ちょっと私なりに話させていただきたいと思います。皆さんはどんな準備をされてますか？何も聞こえるわけではないんですけどね。まあ、聞こえたら、耳鼻科行きますね。はい。きっとね、それぞれの先生が大事にされていることはあると思うんですけど、私なりに、まあ、これは外せないなっていうこといっぱいある中から3つ今日は紹介したいと思います。よいしょ。ではじゃん。4月に子どもと会うまでにやっていた3つのことです。やっていたことと、それがどんなこう効果があるのか、意図狙いがあるのか、でどう有効だったのかみたいな話もね、今日はしていきたいと思います。どなたかの、まあ、お役に立たせていただけたら嬉しいなって思います。3つあります。1つ目、子どもの〇〇を呼んで覚える。何でしょうね、これは。そうですね、子供の名前を呼んで覚えるってことです。もう名簿や顔写真が、届いている先生については、まあその顔を見ながら誰々、例えばね、牧野直樹さんとか言って呼ぶんですね。誰もいない部屋でね、そうやってね、名前を呼んでるうちに、思うわけですよ。あ、名前が直樹ってこの子は言うんだって、ところで、この子は今何年生だから、4年生としましょう。あ、だから10歳だから9歳10歳なわけで、まあ、9歳かなわけで、じゃあ9年前この子直樹くんが生まれた時に、この直樹くんのお母さんは、どんな思い願いを持って親御さんはね、この名前をつけたのかなって、ね、そんなこともこう想像したり、じゃあそんな直樹くんって名前の子は一体どんな子なんだろうなってことをね、思いを寄せたりするんですね、一人一人の顔を見ながら。そうしてるとね、その子に対する、もう会う前からね、愛情が湧いてくるんですね、その子に対する思いがね。そんなことを、まあ、35人だったら35人、一人一人やっていくんですね。その子の名前を呼んで、そうしてるうちにですね、覚えます。もうね、もう会う前からね、写真とかあれば、ね、なおさらいいんですけど、もう覚えますんでね、4月にね担任発表行って、教科書どっかからね、放送室かなんかからもらって、教室に行って、でみんなが席座ったところで、もうね、あ、誰々くんちょっと電気つけてもらっていい、なんで私の名前知ってんのとかね、誰々くんちょっと窓開けようかってね、どんな春の空気が、してるかちょっとみんなに確かめ合いたいもんで、みたいなことでね、なんで私と私の名前知ってんの、すごい、もうこの先生私たち名前で呼べるよって。そしたらね、言うですよ、先生もう名前覚えたのって言ったら、当たり前じゃんって、もう会う前からもう君たちに会うのをとても楽しみにしていて、
もうね、待ちきれんくて、学級名簿を毎日見て覚えてたんだよ、みたいな話をするとね、もうそこでね、クラスの子供たちね、もう気持ちこっちに向いてね、くれましたね。まあ、どのクラスの子もそうでしたよ。1年生担任した時もそうですね。もう名簿見ないでね、誰々さんって名前呼ぶんですよ、私。最後に持たせていただいた1年生のクラスもそうでしたけどね。ある先生、ある親御さん言いましたよ。先生すごいねって。名簿見ないで名前呼んでたねって。そこには秘密があるんです。ちゃんとこういうこと知ったんですね。そして、親御さんがどんなね、思い願いを持って、その名前を付けられた、名付けをされたのかってことの答え合わせを4月の家庭訪問でさせていただくんです。どんな思いで、誰々さんっていう名前を、直樹って名前を付けられ、直樹さんって名前を付けられたんですかって。そこでね、こんな思いですなんだ、そうですかって、いや私ね、この名前をね拝見した時にね、どんな思いで作られたのかなってことをね、思ってたんですよって。やっぱりそういう名前の通りに、育ってらっしゃいますね、優しい子に育ってらっしゃいますねみたいな話をね、まあお一人お一人させていただいていたわけです。ね、もう会う前にそうやって内側にね、私の内側にその子に対する思いっていうのを育んでおくってことですね。そう、前担任した子たちのことから次の新しい年に担任する子への自分のマインドセットというかね、心の準備なんですね、それがね。はい、です、2つ目、不人口の〇〇を知る。不人口の〇〇、これ何でしょうね。不人口の地域を知る。はい。まあ移動したら私必ずね、もうね、そう3月中、まあ4月は今年は2日3日ありますから、まあ地域のね、その学校の周りの学区を、私散歩します。くまなく散歩します。くまなく散歩します。そしてですね、その地域の神社、私神社が好きなんですね。神社に行って、全部の神社行ってお賽銭入れて、お参りします。で挨拶します。私こういうので、4月から赴任しますって、この地域の方の幸せのために私心尽くしていますので、どうか、よろしくお願いします。そして私に必要な出来事、どうか、お渡しくださいって、導いてくださって感謝しますってことでね、自分の自己紹介をそこの地域の神様にさせていただくんですね。そしてその周りをこう歩いて、あ、こんなところにこういう遺跡があるんだとか、こんなところにあるこれは一体何なんだろうとか、あ、そうか、ここに川があるんだって、ここの川で子供たち遊ぶのかなとかね、そんなことを想像しながら歩くんですね。そして、ね、会った時に言うんですよ。そういやさ、あそこにあるさ、伊豆早商店って何売ってんのとか言って、伊豆早商店先生知っとんのとか言ってね。とか、あそこにある伊豆早神社ってあったじゃん。あそこになんか、片栗祭っていう上りがあるけど、あれ何なのとかね。そしたら、ね、自分の住んでる地域のことについて、この人は関心持ってくれてるって、子供たちが思うと、もうね、先生知ってるよ、教えたりよ、今度こう帰る時に一緒に連れて行ったるから、教えたるからみたいなことでね。まあ地域のことも知れるし、子供たちは自分の地域のことについて関心持つし、そこがまた総合の授業や社会科の授業、理科社会の授業につながっていくんですよね。なので不人口の地域を知るってことは、とても面白いことだし、子供と出会う前の準備としてね、大事なこと、大事にしたいなと思っていることの一つです。はい。もうね、歩いてたら地域の人は、こんにちは、こんにちは、とか言ってね、声かけてくれるんですね。はい。で、中にはね、面白いことありましたよ。すごいご年配の方がね、おー、久しぶりだなーとか言って手振ってくれて、おじいちゃんがね、おー、久しぶりだなーとか言って、って、別に会ったことないけどなーとか思いながら、まあ一応話し合わせて、あ、久しぶりです、どうも、ね、
おお、元気にしてたかって、大きくなったねとかって、久しぶりじゃねえかとか言うんですね。誰と間違えてるんだろうと思いながら、でもな、お久しぶりです、行っちゃったしなとか思って、はーいとか言うんですね。あ、はーいって言ってね。で、今何してるんだいって言って、いや、あそこの学校で、赴任することになりましたとかで、おお、そうかいって、おお、頑張ってなーとか言って、はい。で、お父さんは元気かとか言ってね、お母さんも元気かとか言って言われるんですね。はい。まあ一応元気なので、はい、元気ですなんて言ったね。で、最後、じゃあ、またゆっくり話しようや、うち来てや、とか言ってね、言うんで、はい、じゃあまた行きます、じゃあ、って言って、ところで、お前どこのせがれだいって言われて、最後にそれ聞くかって、いや、困っちゃったな、とか思ってね、そんなこともありましたけど、まあ、そんなことで、余談でした。最後、三つ目。自分自身の、マインドを整える。ね。よくね、あれですよ、いいスタートを切るために、本屋さん行って、教育書フェアみたいなところ行って、いろんな本を読んだりね、いっぱい買ったりとかした時期もあったんですけど、それをこうやることも大事ですよ。引き出しをね、いっぱい入れとくっていうの大事なんだけど、大事なのは、そのノウハウをすることではなくて、そのノウハウをする私自身の心持ちや心をちゃんと整えておくってことが、大事なことなんじゃないかなって思います。皆さんは何をしてる時に自分の心が整いますか？心を整えるってね、心が整ってない状況、わちゃわちゃわちゃって時に、不安だなとか、どうしようとか、こんなことあったらみたいなね。そうじゃなくて、これから赴任する学校は学級崩壊を起こさないように行くわけではありません。子供をコントロールするために行くわけではないです。そうじゃなくて、私と出会った子は幸せになり、その子供たちの先にいる家族の人や、その子供たちが大人になって出会うたくさんの人の幸せを、こう、ありありとイメージしてね。あるいは、私が赴任することで、その学校の先生たちも、いやー、牧野先生が来てくれて本当に良かったよって感謝されるような、私が行くことで、そんなこう、ハッピーを増やすことが待っている、みたいな、そんな描きをしたりとか、で、そういうことができる私自身を、こう、しっかり整えておくっていうことが、大事なんじゃないかなってことを思うんです。カフェに行ってゆっくりする、最後の充電を楽しむ、これもね、自分にとってマインド整えるときに大事だなとか思うならば、していただいていいとは思うんですけど、そのためにね、今私、退職して、牧野の供給研究所ってことで、言えてないですけどね、させていただいてるんですけど、もうたくさんの先生、もう何人もの先生が、新年度迎えるにあたって、ちょっと話を聞いてくださいとか、マインドセットのために、個人セッションお願いしますって言って、お問い合わせ申し込み来てね、早速今日もね、させていただくんですけど、で、年間契約って言って、1年間ね、そんな個人セッションをさして、していただいていいでしょうかなんてことで、年間でね、もう 専属契約していただいて、本当ありがとうございます。しかも何人もね、そんな方もいるので、ぜひ自分のマインド整えるために、私を使っていただいても結構かと思いますので、一人でやるより、誰か信頼を受ける方と一緒にこうね、いることで、自分のね、波動っていうかね、メンタルが整っていったりとか、自分の本当にやりたい方向に、こう、なんだろうな、確かめていくことができるので、ぜひ、そんなことも私してるんでね、ぜひお声掛けいただけたらと思います。今日は、4月に子供と会う前に、やっておきたい3つのことっていうお話をしました。黄金の3日間を迎える前の黄金のマイナス3日間についてですね、お話しさせていただきました。この話がいいなと思ったら、いいねボタンや、チャンネル登録をぜひよろしくお願いしたいと思います。チャンネル登録はね、無料ですんでね。これをしたら課金されるんじゃないかとかね、不安に思われた、方がいらっしゃったんだけど、そんなことはないですからね。ちょっとログインしたりとかする手間がある方もいらっしゃるかもしれませんが、
別にね、チャンネル登録したから私の動画ばっかバンバン出て煩わしいみたいなことはありませんので、まあしていただけるとありがたいですし、まあ、そんなこともね、これからますますいいこう情報を発信させていただくときの励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。今日のお話は以上になります。皆さんがいいスタートを切って、その先にいる子どもたちが、笑顔でね、いい出会いができるように、そんなことを、願っております。今日のお話は以上です。ご視聴ありがとうございました。失礼します。